中央気象局は台湾の気象、地震、天文観測を実施する中央気候。台北市中西区公園路64号日本統治時代の1905年までに台北、台中、台南、久し春、宝庫、台東の6カ所の速攻所が設置された。1938年に台湾総督府は台湾総督府気象大完成を制定。 1945年の終戦後、国民党政権が台湾を掌握し、日本が設置していた様々な観測所を接種して、台湾省政府の下に台湾省気象局として組織した。中央気象局は1941年に重慶で中華民国の行政院の下に設置されたのが始まりで、1949年に政府と共に台湾に占理。 1958年までは台湾省気象局の管理下にあったが、1958年から政府直属の気象機関として復活し、1971年には中央気象局は台湾省政府から中央政府の交通部に移管された。気象観測短中期天気転機、予報長期天気予報気象災害予報台風予報、及び警報発令気象サービス、 台湾全国の地震観測有観地震速報及び津波警報発令地震予知、研究受信データ配信サービス及び地震防災広報活動気象観測機器、構成外部気象劇構成内部の統一歴半部の委託業務天文資料の編纂、出版対応国展の観測日食、月食、水星及び流星群等特殊天文現象の観測とメディア、 広報各種観測、予報システムの調査研究、ありがとうございます。